YSL が選ぶアジアの顔、ヒラノシヨ日本の誇りが世界に放つ美とエレガンスの嵐。ヒラノシヨに祝福の声殺到。イヴ・サンローラン・ボーテ、アジアアンバサダー就任をインスタで改めて報告。魅力あふれるヒラノシヨが、アジア全域で注目の的となりました。なんと、ナンバー、愛のメンバーである彼が、イヴ・サンローラのビューティーライン、イヴ・サンローラ・ボーテ、初のアジアアンバサダーに就任しました。 この重要なニュースを彼自身が10日に更新したインスタグラムで改めて報告しました。都内で行われた会見に出席した平野はシックで洗練された魅力を備え、まさに YSL、イブ・サンローランにしかないエレガンスをアジア全体に広めると宣言しました。イブ・サンローラン大手のアジアアンバサダーに就任しました。これからは YSL にしかない魅力を伝えていければと思っていますと彼は心境を語りました。 彼の新たな役職に加えて、平野は先日、ルイヴィトンとのパートナーシップも発表していました。これにより、彼のレファッション界での存在感が一段と際立つことでしょう。彼の多彩な才能が異なる分野で開花していることに、ファンからは賞賛の声が相次いでいます。 さすが紫輝くん、紫てるくんの活躍が嬉しすぎて泣ける、めちゃめちゃ眩しくてかっこいいよ CM の髪型も今の髪型もかっこよすぎて困ってるといった感動の声が SNS に溢れています。彼の活動によって、ファンたちは彼の成長と成功を心から喜んでいるようです。しかしこの素晴らしいニュースには、単なる有名人の活躍に止まらない、大きな社会的な影響も潜んでいます。 彼がアジアアンバサダーに就任することで、アジアの多様性や豊かな文化がさらに広がり、人々が異なるバックグラウンドや視点を受け入れる契機となるでしょう。この瞬間を通じて、コミュニティは平野の成功を祝福し、アジアの誇りを共有しています。彼のような才能ある若手が、世界的なブランドと連携し、異なる文化を結ぶ架け橋となることは、多くの人にとって感動的であり、希望に満ちた出来事です。 最新の、ルージュ、ピュールクチュールの CM も彼の活躍の一環として公開されました。この瞬間を逃がさず、彼の魅力と才能に触れることができるので、ファンはぜひともチェックしてみてください。平野仕様のキャリアは、単なる有名人の域を超えて、異なる文化やコミュニティをつなげる役割を果たしています。これからも彼の活動を注視し、その成長と共に広がる多様性と豊かさを共に喜びたいと思います。 その活躍ぶりにファンからは、さすが紫輝くん、紫てるくんの活躍が嬉しすぎて泣ける。めちゃめちゃ眩しくてかっこいいよ。CM の髪型も今の髪型もかっこよすぎて困ってるといった声が多く寄せられている。